皆さんこんにちは、ガーラ TV です。今回の企画はガーラにあるレストランを皆さんに紹介したいなと思いまして、ガーラの社員にですね、全部のレストランですね、8店舗あるんですけれども、そこのおすすめメニューを食べてもらって食レポをするという企画を取ってきました。ちょっとですね、私の人選ミスがあるかもしれないんですけど、その社員2人の、食レポがまあポンコツで、でもね、久しぶりに爆笑企画になったので、ぜひぜひ皆さんにこの動画を見てもらって、ガーラに来た時にレストランを利用していただけたらなと思っております。で、この企画本当にガチで1日で全店舗回ってます。8店舗もう社員2人が体を張って頑張ったので、最後までぜひ見てほしいです。で、レストランなんですけれども、全部のメニューだったり金額はウェブサイトのレストランページにありますので、気になった方はそちらもチェックしてみてください。ということで、ガーラレストラン爆笑食レポ動画をご覧ください。どうぞ。ガーラ TV。 はい、ということで本日のレストラン企画、出演していただくのはこちらの2人です。どうぞ。自己紹介一人ずつしていただいてよろしいですか。ではレンタル担当させていただいております、青木です。見ていただいたら分かる通り、食うのめちゃくちゃ大好きです。はい、その隣。隣のリフト担当の関と申します。ちょっと細いですが、食べるの大好きなので、青木くんに負けないくらい食べたいと思います。はい、早速1軒目、行きますか。行ってみましょう。レッツゴーゴー。はい、まず1軒目はフードコートパルパルです。チアーズ1階にあるガーラの中で一番大きいレストランです。はい、ということでパルパル1軒目のメニューが到着いたしました。こちらおすすめメニューの、まずはこれがなんかすごいことになってるけど大丈夫これ。すごいです。総量2キロ爆盛りカレーと、その隣にあるのが銀座小野寺監修淡麗醤油ラーメン。うまそう。そして前にあるかわいいのが雪うさぎパンケーキで、そのなんか青いやつがレモンスカッシュチョコアーモンドドーナツだそうです。今日8軒あるうちの1軒目だからね。ちゃんと2人とも食レポお願いしますよ。はい、はい、ではどうぞ召し上がれ。美味しそう。ラーメン、まず香りが美味しい。もう美味しい。出汁の香りが口いっぱいに広がります。何の出汁ですかそれ。何ですかね。ちゃんとして。すごい細麺で。そうだね、細麺だね。でもちゃんと汁と絡んできて、すごい口の中でまた美味しいです。麺もしっかりと口の中でね、爆盛り。爆盛りすぎません。初めて見たんです。やばいね。めっちゃうまそう。ね、多分みんなシェアして食べてんだろうなこれ。ああ、なるほど。確かに4人ぐらいで食べる。もうどっからスプーン入れていいかもわからない。確かに。カツいった？それ何のカツ？チキンカツ？いや、ロースカツ。あ、うまい。うまい？辛くないんで。家族で頼んでシェアしてもいいかも。あ、本当。美味しい。みんなが食える。え、めっちゃ美味しそう。なんかすごいね、ロースカツにウインナーにビッグフランクみたいなウインナーにチキンと、チキンとほうれん草と、ほうれん草と、見えないと思うんですけど、こっち唐揚げもオールスターじゃん。食いてんもん全部入ってる、ね、この中に。やっぱさ、茶色いもんってうまいよな。うまいんですよな。茶色いもんが本当に美味しい。これさ、カロリー何カロリーなんだろうね。1500とかあるのかな。ありそうじゃない。あ、もっとあるんだよ。爆弾だよな。ハイカロリー。見てください、この大きさとこの厚さ。スキー場じゃこの厚さ食べれませんよ。やらせ。チャーシューすっごい美味しい。これ美味しい。でもさ、さっきタクヤ辛くないって言ったけど、まあまあ辛くない。結構ギリギリかもしれない。まあまあ辛いよね。ちょっと辛いの苦手な人ちょっと難しいかもしれない、ごめんなさい、嘘ついたのかもしれない。もうちょっとカレーが苦しくなってきたので、ここで一回味変を。ね、それタクヤ混ぜた方がいいんじゃない。そうですね、混ぜるのが多分正解です。レモンスカッシュでしょそれ。これどうやって食うのが正解。そのままかじればいい。そのままかじっちゃえば。わんぱく。ドリンク自体がそんな甘くないから、あ、そう。まあレモンスカッシュだもんね。合う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 。じゃあ次関くん
はい、雪、はい、なんだっけ、雪うさぎパンケーキ、雪うさぎパンケーキ、うん、それかかってんの、な、何、生クリームとベリーソースかな、うん、とチョコレート、あ、チョコソースもかかってるですね、チョコですね、チョコですね、タクヤなんかお腹いっぱいみたいな顔しないで、いや、まだまだ1店舗目ですから、ね、そうでしょ、パンケーキ完食、パンケーキ食べ終わりました、 OK、 あとカレーだ、最後の一口、せーの、完食、うん、ごちそうさまでした。次はブルーシールです。はい、2軒目はチアーズ中2階にあるブルーシールに来ました。今2軒目のブルーシールに来ましたが、お二人どうですか、今腹何分目、まあ、リアル4から5、俺も、俺5、まあ、あのお二人に手伝ってもらったんで、なんとか5分目で収まりました、うん、なるほどね、まだまだ余力は残しております、そりゃそうだろなあ、気持ち集めに1軒目名言出たね。ブルーシールのおすすめメニュー到着しました。うまそう。じゃあまず、ドリンクから紹介しようか。そのカズキの方にあるのがピンク、ピンクレモンソーダフロート、ピンクレモンソーダフロート、すごいトロピカル。でタクヤの方にあるのがブルーシールサンデーでーす、うん、ピンボケこちらスイートチリチキンバーガー、私それ大好き、美味しいですよ、ね、でタクヤの方がブルーシールバーガー、あー、もうド定番ですね、ブルーシールバーガー、はい、では2軒目召し上がれ、はい、いただきます、あ、美味しそう、すげー、うまー、うまい、え、めっちゃうまそう、いいね、そのアイス何、マンゴーねちゃんとしてマンゴーと塩バニラで、ね、あ、うまそうだね、うまそう、タクヤのはそれ何、これ塩ミルク、いや、塩ミルクって超うまそうだね、うまいんですよ、でこの、あ、ブルーウェーブじゃない、ブルーウェーブ大好き、私めっちゃ美味しいっすよね、大好き、このピンク色の中にマンゴーの味が溶け出してピンク色は何味なんでしょうか、シュワシュワしてますねひどすぎる、グレープフルーツ嫌って言ってる、え、レモンじゃないの、ピンクレモンソーダだ、なあなあなあじゃあ次バーガーをどうぞ召し上がれ、めっちゃ美味しそう、めっちゃ柔らかい棒読みなあいただきます、いただきます、ブルーシールバーガーって何が入ってんの、卵と、うん、ベーコンと、うん、トマトとレタス、なんだっけ、BLT みたいな、お、カズキ完食、スイートチリ完食、完食です、美味しかったです、美味しかったです、ブルーシールバーガー食べたいと思います、あ、食べてください、あ、ちょっと待って、もう時間だよ、あと1分だよ、あと1分、うん、あと1分、あと1分で次行かなきゃ、出ちゃう出ちゃう、おー、たくやくん完食ですか、おめでとうございます、美味しかった、よし、じゃあ次行くよ、はい、行こう行こう、休んでる暇ないからね、うん、楽しみ楽しみ、はい、そして次はチアーズ2階にある新潟ご当地レストラン新潟食堂ですね、3軒目ですね、3軒目チアーズの2階にあります新潟食堂に来ました、はい、で新潟食堂のおすすめメニューがまずタクヤの方がこちら海鮮丼です、海鮮丼です、美味しそう、このカズキの方がそばと選べるミニ丼セットのタレカツ丼マグロたたき丼ですね、すごいボリューミーね、でこのサイドメニューがこれ何？柿の種から、はい、2人とも時間ないからね、はい、いただこうか、はい、いただきます、3軒目にお蕎麦いいね、お蕎麦いい、うん、でもそれこそ疲れてるところでお蕎麦ちょうどいいかもしれない、そんなに、そうなの、そんなにいっぱい食べれない時にお蕎麦ちょうどいいんじゃない、いっぱい食べれない、何言ってんの、今の我々の状態ですよ、何言ってんの、滑ったはずのお蕎麦、滑ってきた人はお腹が空いてるんですよ、いや疲れて食べられないけど何か食べたいっていうなんだよ、うまい海鮮丼、いい、それあれなんか卵、うん、卵黄が乗ってんだね、本当だ、うちのレストランゲレ食じゃないわ、ゲレ食じゃないですよ、でも種類いっぱいあるからさ、
なんか複数回来てる人とかだったらいいよね、うん、この前じゃあパルパルでカレー食べたから、じゃあ今日新潟食堂で和食食べようとかさ、嗅ぐな。すごい柔らかい。あ、柔らかい。あ、いいね。やべえ、聞くの忘れてた。今お腹何分目？まあ、8あ、結構来ちゃいましたね。9結構来ちゃいましたね。8分目ぐらいかな。結構来ちゃいましたね。薪の種が衣に使われてるってことですよね。でっか。いただきます。本当にサクサク。あ、そう。それ以外の感想がないぐらいサクサク。ここの感想言えよ。言えよ。他感想あります？これ切って。サクサク。一緒じゃねえかよ。そば入ってくれ。おー、感想。ミニカルミニカルでーす。よし、いっちゃえ、いっちゃえ。一方、タクヤは。みんなそばなんて食うの簡単なんすよ。みんな、そばなんて食うの簡単なんすよ。なんかちょっともう、完食ですもん。食べてもらっていいですか？そばぐらい食えますよ。食べていただいてよろしいですか？はい、ここで一休憩、かき氷が来ました。美味しそう。なんかね、そのシロップね、コシヒカリのシロップ、え、コシヒカリのシロップってなってたよ。なんか米の粒っぽいものが見えるなと思ったら、いちごと、抹茶。はい、どうぞ召し上がれ。さっぱりするんじゃない？うん、あ、冷たくて美味しい。うまいか？あ、すげえ。でもお茶、抹茶。お茶。すげえお茶。うん、お茶。すげえお茶だった。カズキが今ラスト頑張ってます。タクヤはすでに完食。完食。完食です。かき氷。かき氷はちょっとあれだな、スタッフの子たちにヘルプしてもらおうか、後で。スタッフが美味しくいただきました。4軒目は米粉クレープに来ました。今おすすめメニューを2つ頼んだのでクレープ待ちです。ここの米粉クレープは南青沼産米粉を使用したクレープなので皮がもっちもちです。お、来た来た、見して見して。いちごさんです。お、これはいちごさんです。これなんだっけ？いちごチョコクリーム。いちごクリームチョコだね。それいちごクリームチョコ、うん、いちごクリームチョコ。もう一回見して、もう一回見して。いちごです。おいしそう。定番だよね。何が来るの？あの、お姉さんのおすすめのやつです。なるほど。多分辛めだと思うよ。あ、本当ですか？うん。あ、よかった。いや、さすがに4軒目なんでね、辛めがいいかな。来るんじゃない？なんか奥で笑ってるけど大丈夫かな。どうした？タケどうした？どうした？いや、どうした？めっちゃ軽そうだな。そうでしょ？来た来た。軽いです。軽いです。見して。見して。いただきます。いただきます。美味しく頂戴。ちょっとちょっと見して。ちょっと見して。これ何？笹団子クレープ抹茶アイス入り。スペシャルクレープですね、うん、スペシャルって書いてある。ほら、おすすめなんだから。いや、すごい、これもすごいボリュームですね。じゃあ、食べる場所ないからちょっと詰め所に行こうか。はい、はい、あのお姉さんが心を込めて作ってくれたクレープ。心こもってるクレープ。まそう。すげえ、拓哉の作ってる時超爆笑してたよね。めっちゃ楽しそうだった。皮美味しい。美味しいでしょ。うまい。関さんが言う通り皮もっちもち。このクレープうまいんだよね。あ、うまい。え、二人ともさ、あの、通常の状態で甘いもの平気な人？もうね、バチコイ。もちろん。バチコイ。バチコイ？バチコイ。みっちみち詰まってますね。ちょっとかじりかじり申し訳ない。いや、すごいすごい。みっちみち。でも甘いのともちって合うよね。いや、合いますね。もう皮ももちもちだし、団子ももちもちだから。もち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 してるね。もち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 が止まらないね。カズキ完食した？完食しました。おいしくいただきました。早かったね、食べるの。いや、すげえ。なんか顔色悪くね。顔色、なんか土みたいになってる。土偶みたいになってるけど。うーん、おいしかった。本当かよ。はい、今から北エリアのオーレに行くので滑って向かいます。はい、やったー。タクヤ顔大丈夫？早く行こう。タクヤ大丈夫？早く行こう。
止まってる時間がもうやばい。北エリアのレストランオーレに到着しました。ここのおすすめメニューは唐揚げバターチキンカレーと、そう、麺をお願いしたんでね、麺がかき揚げうどん、そしてサイドメニューはポテト&唐揚げバターチキンカレーだって。またさっきと全然違うカレーだね。美味しい。美味しい。なんかさっきのはなんかちょっとピリ辛な感じだったんですけど、今度バターチキンカレーだからマイルドで、マイルドね、すごい。でもなんかコクもあってすごい美味しい。うん、美味しそう。じゃあうどんいただいて。はい、うどんいいね。ちょっとまず出汁からね。このタイミングのうどんいいね。冷めたかな、最高。お、うまい。ちょっと甘い？甘め？甘め。麺もほらすごい平打ちの、なんかそう、ね、すごい太いね、美味しそう。いただきます。細いでしょ。平たい平たいって言った。うん、どう？美味しい？いいね。すげえもちもちで美味しいっすよ。いや、お腹すいた。え？ポテト食べようかな。いや、全然うどんだし。うどんも食ってるし。うん。美味しいっすよ。でもほら、二人に食レポしてもらうのが今日の企画だからさ。ふうじゃねえよ。まだ二口ぐらいしか食べてないだろう。あなた。何がすごいって？ん？どうしたんだい？言ってごらん。いや、すごい。たくさん召し上がられてるなと思って、すごいなって。さっきからずっと手が止まってるね。冷静に考えてみてくださいよ。1店舗につき 2食ずつ作ってるんですよ。うん、そうだよ。だってそういう企画だもん。5店舗目っすよ、うん、もう8品食ってるんですよ。8品だから、だからってなんだって話ですよね。いただきましょうかね。アンリさん怖いんだよね、うん、そういう企画だからね。どうやって出たよね。オーレに対して失礼じゃないか。の、美味しいから全然。オレイ。でもさ、カズキ食うな。タクヤより全然食べるよね。いや、めっちゃショック。うん、見かけ直し。本当だよ。あのオープニングのあの元気どこ行ったんだよ。裏がってる。ちょっともう二人ともどうしてもこのサイドメニューが食べれないっていうんで、テレフォンだ、テレフォン。テレフォン。さあ、誰でしょうか。北エリアにいるんでしょうか。うらやましい。なんだよ。この声は。この声は、南雲さんですね。え、しんいちくんも北エリアいないの。え、もうどうしても食べれないって言ってて。いや、助けてやりたいのは山々なんだけどさ。うん。お腹いっぱいなんだよね。確かに今ちょっとごめん、電話来たからさ。残念。じゃね。バイバーイ。終わった。己で頑張れと。終わったよ。これを食べなきゃグッサンに申し訳ない。ちゃんと宣伝しなきゃ。ほら、言うてる間にカズキが最後です。すごすぎる。いや、でもカズキすげえわ。なんで。はい、もうあの下に川番街に行かなきゃいけないので急ぎましょう。はい、ちょっとね、これだけサイドメニューこれだけ残っちゃったんで、お持ち帰りをしたいと思います。ありがとうございます。テイクアウトです。大丈夫。次は川番街のレストランへ行きます。はい、下に戻ってまいりました。6軒目はアンカフェさんですね。スキーセンター川番街の中にあるお店です。もう見た目通りこの甘いのが越してたでしょ。越してました。越してた。そうでしょ。下山行ったし。ね、下山滑ってきたしね。お腹すいたね。お腹すいた。腹減った。じゃあ、いただきましょうか。いただきましょう。最高。じゃあ、おすすめメニューをお願いします。はい。はい。いちごクリーム、チョコバナナ、抹茶あんこ、あんバター。あんバターいいですね。食ったことあるんですよ、うん、一回、うん。めちゃくちゃうまかったっす、ね。うまかった。はい、いや、やばいですよ。じゃあ、今もそれいっちゃう。ちゃう。え？でもおすすめ何が出てくるかなんで、おすすめ出てきたらいい。そうだね。見てこれすごくね。佐渡金山に恋して、金箔ですよ、金箔。豪華。ありがとうございます。え、見して見して。
うわ、めっちゃ美味しそう。チョコバナナクリームワッフルになります。うわ、美味しそう。いいな、ずるい。結構なボリューム感、美味しそう。ね、やばい。いや、ね、うまそう。なんで私が離れてるのにどんどん近づいてくるのねえ。カメラがあったら近づきたい。じゃあさ、3階のさ、ソファーのとこ行って食べようか。はーい。はーい。いただきます。アンカフェさん、いただきます。うわ、すごい。これ、あの新幹線乗る前とかにちょっとこう買って、あーね、あーね、新幹線の中で食べるにもすごいちょうどいいかな、うんうん、あ、確かに思います。あ、美味しそう、団子、あんこと。うまい。うまい。この団子美味しい。あ、そう、うん、この量ですよ。クリーム爆弾だね。クリーム今日なんかすごくね。もうクリーム食べまくりの日ですね。どっから食べればいいか、どっから食べればいいか分からん。美味しい。美味しい。このワッフルの部分もふわふわ、ふわふわ。まあ、総称して美味しいですね。総じてうまい。総じてうまい。中バナナいる。中バナナ見せて。中バナナ見せて。中バナナまだちょっと見えづらいけど、ここに中バナナがいる。あ、これ中バナナ。中バナナ。中までバナナたっぷり。平和だな。いや、すげえ若月。すごいね。完食。すごい。ごちそうさまでした。面白くなってくる。ごちそうさまでした。よし、じゃあ次行きますか。はい。ユタさんのところへ行きましょう。はい。はい、7軒目のレストランは和食レストランユタ。ユタさんに来ました。これ今撮ってるからね。ユタさんの何言ってるの。まだ入るっしょ。はい、ゆたさんのおすすめメニューが到着しました。よっ。まずはこれが豚骨弁当。豚骨弁当いいね。3時半ぐらいの豚骨。3時のやつ、うん、3時のやつだ。でも素通りを食べる。これがチキン、照り焼きチキン重。なんで覚えられないんだ。照り焼きチキン重と、うまそう、甘エビの唐揚げちゃんと、違う、カツオのたたきです。ゲレンデのレストランでレストランで食べれるってすごくね。ね、ちょっと待って、ちょっと待って。2人とも今お腹、今何分目？30分目。12分目ぐらいですかね。もうじゃあ無理じゃん。寝るとないよ。無理じゃん。これ食べれる？ちょっと全部は食べれない。全部はっていうか、もうできれば一口も食いない。え？なおくんひどいこと言ってますよ。急に来た。急に来た。急に来た。レストランのプロモーションで来てるのにね。いや、僕、いや、本当に僕いつも。しょうがないな。じゃあちょっとここで。お、優しさ見しちゃおうかな。マジですか。ちょっと待ってろ。今持ってくるから。お、すげえ。お、すごい。じゃん。すげえ。これですね、ルーレットテレフォンって言いまして、これルーレット回してもらって、はい、当てはまったところに助けを求められるっていうシステムで。なるほど。上司はもう誰でもいいんですよ。自分の上司だったら、だから社長とかでも。社長に食べてほしい。社長ちょっと呼びつけるか。社長呼びつけるぜ。悪い顔してる。呼びつけるって言ってる。呼びつけるって言ってます今。ルーレットスタート。でーん。持ってんな、拓也。拓也なのか勝樹なのか。本当にマジで拓也頑張って。絶対俺も引き当てろ。引き当てろ。もはやオレンジに行く。営業本部のおじさん。はい、出ました。じゃあ営業本部電話しましょうか。はい、電話しましょう。お疲れ様です、青木です。すいません、ただいまですね、ガーラ TV の撮影しておりまして、営業本部にいるおじさん誰でもいいんで、ちょっとゆかさんに来てほしいんですけど、おじさんだったら誰でもいい。おじさんだと思う人、ちょっと営業。僕から言わせてもらうと全員おじさんなので、誰でもいいです。営業本部のおじさんですか。あ、そうですけど、なんか何だよ、なんか爽やかだな。いきますよ。はい、スタート。
お来ました、事務所の誰か、事務所の誰、これね、もうスタンバイしてる人がいるんですよ、実は。あ、マジですか。え、そう、そう、ちょっと確かに食べちゃいますよ。この熱いカツ、カツじゃねえ。熱いカツね。熱いカツ。ちょっと俺、目のついてるエビが食べられなくて。ちょっと見して。目のついてるエビ。はい。あの、見つめてくるんです。そういうことか。これね。見られるのか怖い。はい、衣、衣の中に入っててもダメ。いや、だって見てるじゃん。そっくり見てるもん。無理だよ。だってこんな見つめてくるんで、もう絶対無理だ、本当に食べれない、食べれない、頭取れば食べれるんですけど、ちょっと、はあ、美味しいよね。関さんごめん。カップルかな。助っ人来た。お疲れ様です。事務所の誰か、マキさん来ましたよ。あ、じゃあマキさん、あのそちらに、このルーレットがね、当たったんですよ。こんな細かいのに当たるの。じゃあマキさん、どうですか、とんかつ弁当。はい、とんかつ弁当お願いします。あ、今日お昼食べました。お昼はがっつり食べました。お、ちょうどいい、ちょうどいい、今お腹空いてるくらいです。ちょうどいい、どうぞ召し上がれ。いただきます。どうですか、拓郎さん。うまい。うん、皮がちょっと濃い。はいはいはい、香ばしくて。ああ、いいですね、いいですね、美味しそう、美味しそう。お、なんか煮卵もあるじゃん。うん、煮卵、ね、いいじゃないですか。すごいよね、食レポがうまい。うまいね、爽やかになったね、急に。ほら、ほらほら、こう震えさせるんでしょ。言ってること俺と一緒ですよ。うん、和樹も言ってた、震えさせるんで。いただきます。はい、うん、めっちゃうまい。うまい、うん、肉。そりゃそうだ。あ、マキさん、あれもありますよ、あのおつまみ、甘エビの唐揚げ。カズキが食えないやつ。なんで？あのちょっとあの頭がついてると見つめられてきてるんで。見つめながら食べて。頭から。そう。本当に見つめられてる感じがして、マジで食べれなくて頭ついてる。美味しいですよね。これビールだね。ね。ビール美味しい。お酒飲みたくなっちゃう。ウーロン入る。うるそう。マキさんが持つとそれっぽいな。帰りの新幹線の中とかで食べれるからいいですけどね。ガーラ初のやつって車内販売全部ないですか。ないないない。だからこういう弁当買って、そうだね、それはありだ、テイクアウトしてね。お、完食、高田さん完食です。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、あれ、たたき、カツオのたたきも、ペシペシ、ペシペシした。それ妻とかも食べないの？なんで無言？マジ悪いねんもう。ねえ。ねえとか言って。食べ残し良くないから。確かに。そうでしょ？和樹完食じゃん。えらいえらい。その仕事遊びは。嘘だよ、嘘だね、ね、やめな、マジ超辛いから。固まっちゃった。顔がバカじゃない。言ってる間にマキさんもすごいすごい。次マキさんめっちゃ食べてる。ね、すごい、うん。真ん中を一番初めに食べて、うん、真ん中を最後に食べて。好きなところを一番初めに食べて。ああ、そういうタイプだ。うん、マキさんでも食べてるイメージあんまないんだよな。酒のイメージしかねえから。本当に。酒屋見習え。はい。ネキって呼んだからネキ。マキネキ。ネキ。お、巻き抜き最後、いただきます。素晴らしいね、わーすごい、完食、素晴らしい、ありがとうございました。よし、時間ないから次行こうか。
最後ラスト鈴木農場へ GO! ラスト8軒目はカーバンガ3階にあるいろりカフェ鈴木農場さんです。イエイ、大繁盛してますね。めっちゃ多いよね、やっぱみんな新幹線待ちでさ。そうなんだよ、来ていただいて、うん、大丈夫ですか。もうさすがに疲れたか。疲れてはないですよ。疲れてんだろ顔が顔も胃も疲れてる。胃が疲れてますね。朝10時から始める。そう、朝10時から食べっぱなしだからね。ますからね。4時からこれ本気でガチで1日でやってます。2時間じゃない、6時間、6時間よく頑張ったよ。はい、ラスト鈴木農場さんのメニュー、おすすめメニューいただきましょうか。イエーイ。まずはドリンク、そちらが、これなんだっけ、農家コーラのレモン、こちら生姜になっております。農家コーラのレモンと生姜、そしてこっちのサンドイッチが、マスタードチキン、マスタードチキンのサンドイッチ。鈴木農場といえばマスタードだもんね。いやそうなんですよ、マジうまいよね。いやめっちゃうまいですね。からのこちらがハムの盛り合わせ、ハムの盛り合わせ、こちらのマスタード軽めに、あの最後なんで軽めにしていただきました。じゃあ鈴木農場さんあれですね、あの酒もあるから酒のつまみとか。いやそうだね、めっちゃアルコールメニュー多いもんね。いや多いですね、多分一番多いですよ、うん、気がする。なんかしかもおしゃれ系、うん、おしゃれ系だった。召し上がれ。はい、お疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。まだ終わってないけどね。どう？すごい生姜。めっちゃ混ぜた方がいいんじゃない？めっちゃ混ぜ、もっと混ぜた方がいいかも。農家コーラのレモンいただきました。ちょっとこうスパイシーというか、うん、そうそうそう、スパイシー、めっちゃスパイシー。うん、なんかシナモンとかも効いてる感じ。うん、マジ好き。なんかこっちキリッとしてる感じの味で。え、こっちの方がキリッとしてるよ。え、絶対こっちキリッと。いや。こっちのがキリでしょ。マジ？ちょっとすごいね。よりさっぱり飲みたいって人は生姜の方がいいかもしれないです。あ、私こっちの方が好きかも。甘いの求めたい人はちょっとレモン系で、すっきり飲みたいとこ。そうだね、なんかドライって感じ、うん、ジンジャーの方が。どうぞ。何なんそれ。まあ示して、ほら見てください、チキンめっちゃたっぷり入ってますからね。しかももう野菜も美味しそう。そうなんですよ、ね、いいね。いや、鈴木農場さん、あの本当に野菜がすごい新鮮でシャキシャキなんですよ、ね、うん、すげえパリパリってる。ね、美味しそう。超パリパリ。めっちゃ美味しそう。いいね。パンサクサクで、うん、このマスタードからなったチキン、マジうまいですね。最高。マスタードうまい。いただきます。はい。仲良しだね。この、あれだよね、サンドイッチみたいなのめっちゃ種類あったよね。うん、うん、うん。いっぱい。今回チキンとマスタードですけど、ビーフパストラミ、あれもね、試食会で食べたけどすっごい美味しかった。めっちゃ人気らしくて、めっちゃうまい。あれにもマスタードがね、うん、マスタードソースが入ってるんだよ。なんか疲れてても多分食べれるんじゃないかな。胃が何も受け付けないみたいになっても全然食べれちゃうぐらい。それは言い過ぎじゃないか。ちょっと言い過ぎじゃないですか。じゃあハム行こうか。はい、これ3種類あるのかな、ハムは。まあ、全部ハムですね。大丈夫？何もないですよ。うまうまうま。これ、ね、野菜ちょっとこう巻いて食べて。ああ最高じゃん。ね、ああいいよ、いい食べ方だ。あ、美味しい。いや、これ酒飲む人最高だと思いますよ。うん、そうだよね。はい、これと酒。うん。ガンといくいける。今一回何だった？ギャン。ちょっと迫力つけていこう。本当に誰かに食わしてやるけど。この美味しさを。このそうなんですよ。美味しさを共有したいですよ。本当に。じゃあ連れてこよう誰か。連れてきますか。つけてです。ちょっとあの部長に食いかけで、あの大変申し訳ないんですけど。飲み食いのジュース飲めと。いやあの違う。失礼ですよね。いや違うんですよ。ぜひあの事務所にいる他の方にもちょっと召し上がっていただきたいなと思って。食いかけを、あの歯型がついてるんですけど。
なのでちょっとあの食べていただいてちょっと感想だけいただいてもいいですかね。すいませんお忙しい部長に。スゴ部長かなって。何やったことないですよ。博多ほらほら本当に博多すぎるリアルでやらせてもらってます。これ博多博多にめっちゃあれですよ、美味しそうですよ。美味しそうだけど、うん、本当にいただきます。どうぞ。うまい。あ、うまいって言っちゃう。美味しいです。いやうまいとか言う。いいでしょ。あ、ちょ大丈夫ですか。ちょっとバランスが悪いもんね。ちょっと待って。あ、でも美味しい。もう笑わせないでくださいよ。まあ、自分の鍋でも博多ついてる。なんて？なんて言った？なんて言った？なんて言った？どう美味しいですか？ぜひ食レポ。よくか。喉が詰まるほど美味しいです。なるな。もうカメラ持ってられねえ。面白すぎる。鈴木農場さんほらマスタードが有名なんでね。あ、ぜひマスタード。そう、ぜひぜひ。このソーセージすごい美味しい。ソーセージ？ハム。ハムで。失礼しました。払いて払いて。ごちそうさまでした。え、終わり？終わりです。ありがとうございました。すごちゃんありがとうございました。ありがとうございました。ずるいわー、すごい部長本当に。面白いですね、すごい部長。最高でしょ。完食。完食。ラスト？ラストです。マスタードは？マスタードもつけますよ、もちろん。マスタードもラスト？マスタードもマスト。マスト。はい、完食です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、食べたね。本当食べたよ。人生で一番食った。マジ？こんな長時間食べないか。うん。何時？5時、5時過ぎ。16、17、7時間よく頑張った。特に和樹。いや本当に途中はすいませんでした。君はすごかった。いや拓也も頑張ったよ。うん、いやすごい食べたと思います。でも掃除って、うん、ここもやっぱボリュームありますね。確かに。うん、ここに食べてもハイボリューム。多分おかしい人多いのかな。じゃあ優しい人が多いです。そういうことだね。本当にお疲れ様でした。夜よく寝れそうです。本当に何を食べても本当に美味しかったです。外れがない。外れがない。何食べても全部美味しい。これがレストランのプロモーションになるのかっていう。バッチリですよ。バッチリですよね。もうこれ以上のプロモーションないです。バッチリですか。わかりました。はい、じゃあ終わります。はい、じゃあね、バイバーイ。レストラン食べてね。お疲れ様でした。